どうもこんにちは、マッチでございます。10月の15日です。16でした。昨日からサムライスピリッツコラボが来ております。でその中にいるこの貴族生のヤシャマルっていうキャラクターがね、強いんですよ。まあ全体的に強いんだけど、石6個にしては強いかなっていう、石10個でも全然いいかなっていう感じの、コラボになっております。で性能がですね、覚醒無効状態とバインド回復できます。で Q ターンで打てて、ただこれドロリフが難しくて、まああったらあったで使える時はあるだろうし、まああって困る時もあると思うんですよ。使ったら逆に欠損しましたとかね、あるかもしんないんで、まあそこは何とも言えないんですが、バランスタイプでありガードブレイクを持っていて、スキブなんなら4つにできますし、無効貫通もつけれます。で雲耐性もあります。7コンボ強化2個あります。で喋ります。貴様の風捉えたぞ。あ、意外とそういう感じなんだねなんかもっと静かな感じかと思ったんですけど。ってことで僕はね、こいつをねオデドラと変えて、未だにさオデドラ入ってたの、うちのパーティー。できればねエイルがいいんですよ。そりゃエイルがいい。ただエイルは使えないんですね。プラスなしのエイル使うぐらいだったらこっちの方がいいんじゃないのかなってことで、オデドラくんとお別れをしたいと思います。とは言っても、まあ、彼は彼でまだ強いとこあるんで、劣回復あったり、あとは神タイプだったりするんで、まあ、使える場面はちょいちょいあるかと思うんですけど、とりあえずねこいつ使っていこうかなって今後、そういう感じです。で、まあ、なんかダンジョン試しに行ってみようかなと思ったんですけど、これ潜在玉ドラチャレンジって難しいんかな。詳細見てみようか。ダンジョンで落ちる感じではないんだよね。悪魔キラー5体もらえたりするんで、なんか、あれ待って、違うな。ちょっと待てよ。行ってみよう。とりあえず行ってみよう。なんか、簡単というかなんか違いそうじゃない？あ、でも意外と普通のモンスターもいるんだ。じゃあまあここで試運転的な感じでね、できれば覚醒無効をもらいたいなっていう感じです。とりあえず今回はね指にしてありますが、スキブにすればねゼラもだいぶ早く使えますので、そういうとこでもねいいのかなって思います。そんな難しくないかもね。スタミナが700しか使わなかった、700じゃない、70しか使わなかったんで、700はやばいよ誰が挑めるんだっていうね。この人はね、ターディスが活躍しちゃうね。耐えたらワンチャン覚醒無効っていう可能性もありますけど、多分裏とかでもないと思うんで耐えない気がするんですよね。だよね。ちょっと昔のチャレ10ぐらいかな、難しさで言うと。で玉ドラも出てきますよと。じゃあこれはなんか周回したら玉ドラたくさんゲットできるみたいな、そういう感じのダンジョンなんですかね。もう何も知らない。まあゼラでもできるんですけど、ロックにも強いっていうのはありますね。ドロップリフレッシュがあるんで、そういうとこで使えなくもないかもしんない。でも最終手段にしたいよね。覚醒無効解除を失ってしまってね、そのボスがしてきたりしたらたまったもんじゃないんで、まあ、最終手段として考えておきましょう。7コンボしないといけないみたいですね。欠損しとったんで、その行動はナイスだ。ボスが誰かによりますな。ボス、待って待って待って、意外としんどいやん。突然しんどいやん。全然難しくなかったねと思ったんですけど、ボスウォレス来ちゃうか。これは、わかったわかった。とりあえずこれ貼って、で、火になっちゃうんだよね、確かね。水の時にやってもいいんですが、ドロップリフレッシュで、貴様の風捕らえたぞ。スキルを貯めて、落ち込んで、で、ゼラ使って倒すっていう、そういう作戦。盤面も良さげです。
まあ規範限あるけどさすがに。おや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 。負けたねこの人ね。負けるぐらいの難易度で助かったんだけど、逆にクリアできちゃったねってよりかは助かったんだけど、意外とむずいんだね。悪魔キラー5個もらえるだけはあったね。むずいっていうかウォレスが相性悪いよな。規範限プラス 75% 限っていうね。おとなしく水まで待った方が良かったかもしれません。この雲耐性がね嬉しいんですよね。うちのパーティーは雲とか絨毯を対策することがなかったんですが、今後は多分常にやっていけるんで、これは非常に革命的です。これボス変わったりしなさそうですね。ウォレスね、待ちます。今回はおとなしく待ちます。あの盤面でダメなら落ち込み来ないとダメなんで、おとなしく待ちましょう。これ火になって次水になるんで、もうそこで行くしかない。もうそれ以外は落ち込んないと無理そうなんで、ここなら多分ねいけると思うんすよ。いけないと困ります。よいしょ。からのターディス。まあターディス使う意味ないけどね。死ぬときは死ぬし。よいしょ。今回超追い打ちがないけど、まあ全員が2倍入るんでさすがにね。よし、ちょっと怪しかったけど、はい。ということで結局ね、ヤシャマルは全然使えませんでしたが、まあ今後ねポイント使っていくと思いますので、よろしくお願いしますという動画です。いや、まあだいぶお世話になったよね。本当に長かったと思うよ。モンポリュの中でよくねここまで戦ったよこいつは。てかこれからもまだ戦えるけどさ、レーダーの方でも頑張ってますし、まあこういう時代もありましたけどひどいなこれ。ダンジョンキャラみたいな覚醒だもんね。最近のコラボのボスの方が多分強いよこの覚醒だけで見たら、というなんかよくわからん動画でございました。ということで終わります。以上ナッツでございました。バイバイ。